皆さんこんにちは、今日はね11月6日火曜日です。うちはね11月に入るとね、ハロウィンが終わったらね、クリスマスの飾り付けをねちょっと気が早いんですけどね、やってます。まあね、どうせだったら長くね楽しんだ方がいいということで、このねツリーとで外にねクリスマスボードを LED で光るんですが、それをつけてます。でね、このオーナメントねたくさんあるんですが、これね、下の子がね、頑張ってつけました。中3、5歳ですね。200個以上あるんですよ。頑張ってね、つけましたね。大変ね、満足感があったみたいです。でね、11月入ると、毎年ね、喉がね、ちょっと痛くなるんですよね。乾燥、若干乾燥ですね。特に、夜ね寝てる時に私ねちょっと口呼吸してる時があるんですね。口呼吸やってるとどうしてもね喉が渇いたりとかね、乾燥して喉が痛くなったりしてね、水飲み起きたりとかね、するもんで、加湿器ね、つけてるんですが、去年までね使ってたね加湿器がねちょっと具合が悪くなったっていうか、水漏れねしだしたんですよ。でこれはちょっと、床拭いたりねめんどくさいですし、床もね痛みますんで、新しいの買おうと思ってね。でね今回はね絶対にね水漏れしたくなかったんですよね。あと水運ぶの面倒だったんで、これを買いました。今朝届いたんですけどね、バルミューダですね。デザイン家電で最近有名だと思います。レインっていう名前ですね。型番が ERN の 1100UA の WK ですね。ということでこれをね買ったんですけどね、で中身ねちょっと出してみたんですよ。下からね順番に、説明させていただきますと、これがね電源ですね。で向こうにあるのが小さいのが、銀イオンカートリッジ、この青いのが加湿フィルター、で隣にあるのが、加湿フィルターホルダーですね。加湿フィルターを固定させるための道具で、給水ボール、これいいでしょ。この中に水溜まるんですよ。絶対こぼれないですよね、これだと。あとね、酵素プレフィルター。緑色ね。で、本体、下部。割とね、シンプルなんですよ。ここにね、接点が出てるだけですよ。で、本体、上部。上的な形です。で一番上につけるね、コントロールリングっていう構成になります。こんだけなんですよ。なのでねこれをねちょっとね組み立てをしてみたいと思います。ね最初にT
銀イオンカートリッジ。お給水ボールもね、ここにはめます。穴にね。で、これ加湿フィルターね、これをパコッとはめて、加湿フィルターホルダーね、溝に合わせて、ガチャッていうまで回す。これで固定されます。その上に高スプレフィルターをはめて、ちょっとはめる。で、もうほとんど出来上がりですよ。で、これをこの本体カブネに動かせないですね、ここだけ、こんな感じですね。で、本体上部ね、接点があるんですよ。でこっちにもね、接点あるんです。ここで大体の位置合わせてバンってとね、ガチャってはまりますから、ね、こんな感じで、コントロールリングね、これを置けるだけということですね。このリングでね、いろいろ操作するみたいですね。で電源ね、電源はこのマークのある方ね、電源ボタンのある方に下にあるんですよ、ここから。ここにこう挿して完成ですね。めっちゃ簡単ですね。電線が出てる方がね、後ろですよね。だからこのスイッチがね、後ろ側に来る感じですよね、このスイッチ。で前がもうバルミューダっていうね、ロゴが来るんですね。ということで、あっという間にね、簡単ですね。見た限りね、メンテが楽そうで、水漏れしなさそうということですね。ちょっとね、電源入れてみます。夜間ね、夜間がね、楽そうなんですよね。で、この夜間ね、2リットル入るんですよ、この線まで入れるとね。で、浄水入れちゃダメって書いてたんですよね。水道水まずは2リットルぐらい、1回ぐらい入れればいいかな。でね、入れますよ、初投入。楽。本当にこれでいいのか若干不安ではありますが、あ、でも水量は上がった。何？まだ入るな。
もう5までいけるんですよね、確か5のタイヤペンを。あ、こうなった。ということで、これでね、だいたい満水ですね。そうするとね、あ、風出てる、もう勝手にスタートしましたね。あとね、細かい設定、オートとかね、あと Wi-Fi がつながるんで、スマホのアプリ入れてね、Wi-Fi で設定したりね、できるみたいなんで、やってみたいと思います。これね、最初デフォルトは、風量1、マニュアルですね。このコントロールリングを回すと、若干強くなった。1にはね、ほとんど音がしない。で3は静かに風が出てる音がしますね、ふーっつってね。でも耳障りじゃないですね。4、まあまあ大きい音してますね。マックス。ああ結構大きい。ちょっとうるさいかもしれないですね。我が家はマニュアルだったら3かな。これオートもできるんですよね。オート、ここね、見てるかな。ここをクリックすると、まあ、マニュアルって出てますけど、24時間タイマーセッティング、オート、これだ。オートを押すと、オートモードを開始しますということで、オートで 50% ね、50% 目指して、加湿しますと。で今は、この表示で見る限りは 54% あるんで、ほとんど止まってる状態ですね。風はやや出てるかな、やや出てるけど1ぐらい出てるのかな、ちょっとわかんない。これを60まで、あとは40から、5% 単位で 60% までですね。うちはね、55くらいにしとこうかな。ということでね、オートで 55% でね、しばらく運用してみたいと思います。今ね、これで3ぐらいの音かな。3ぐらいだね。めっちゃ簡単。しかもね、かっこいいですね。おしゃれ。これね、上がね、有機 EL なんですよね。表示綺麗ですよね。うん。とってもいいです。6日間かな。今日6日目、なんですが、ここね、この、緑の小さい丸い表示が、Wi-Fi がつながってるね、サインなんですが、これね、Wi-Fi、スマホからね、操作できるんですよ。これね、非常にいいですね。やっぱり Wi-Fi モデル
ってよかったと思いますね。操作がね簡単です。で今ねこれマニュアルモードでね運転してます。風量が3ですね。でこの 57% っていうのが、このレインが表示してる、湿度なんですが、これね若干高めに出てると思うんですよね。で、まあ、我が家のね一番信頼がおける、湿度計っていうか温度計なんですが、湿度メインの温度計、サーモプロ、ね、です、TP55 だったと思います。でこれで見る限りね湿度 51% ですよ。でこっちのねレインの表示が 56% っていうことは 5% ぐらいね誤差があるんですよね。なのでやっぱね 50% 以上の湿度を保ちたいので、これオートだとね 60% の設定にしないとねダメなんですよね。だからやっぱね、このレインはね、マニュアルの設定の方がね、いいんじゃないかと思いました。ね、これね、24時間のね、最高と最低の湿度と温度を表示してるんですが、こんな感じなんですよ。最低湿度が 46%、最高が 55%、気温もね、現在 21.4 度、最低が 19.4 度かな、で最高が 23.6 度ですね。ということでこれね、まあ、24時間の最低最高を表してるんですが、おおむねね、50%できてると思います。でね、他にもね湿度計あるんですが、だいたいねこのサーモプロと同じようなね値なんですよ。近似値です。 1% か 2% ぐらいはね誤差がありますが、こんなに誤差はないんですよね。ということでこのレインを使われる場合はマニュアルモードがいいと思うんですよね。これぐらいの差がありますからね。で、この部屋はね、だいたい20畳ぐらいのリビングなんですが、ちょっとね天井高が高いんですよ。階高が高くて、階高がね2m80cm あるんで、ね、ちょっと容積的にはね大きいんですが、まあ、でもねこのレインでねなんとか頑張ってくれてね 51%、キープできてますんでね、よかったと思います。ただねやっぱ正確な運用っていうかね、湿度をコントロールしたい場合は、別にねこういう湿度計をね買って置いといた方がいいと思います。あ、それで製品登録ねこれやるんですが、このね本体下部のね裏側にシリアル番号が書いてあるんですよ。なので製品登録するときはね最初にそれちょっとね控えといてでやった方がいいですよね。水入れたからだとね結構大変なんで
水入れる前にね、シリアル番号控えて、製品登録をした方がいいと思います。ということでね、このレインね、水入れ簡単だしね、すごくいいと思いますね。あとね、なんか2週間に1回お掃除ランプつくみたいなんで、ね、それついたら軽くね、水洗いしようと思いますが、一応ね、毎日水は入れ替えをした方がいいみたいなんですよね。私やってないですけどね。ただね、なんか取り進めるとそういうことが書いてあるみたいなんで、そういう風にやる方がね、製品としてはいいんじゃないかなと思います。ということで、このレインかっこいいしね、水入れやすい、メンテ楽、水漏れしない、買ってよかったです。またお願いします。